が子どもの予防接種の件でちょっと電話しなきゃいけなくなったので、小学校に入るときに予防接種の記録を出してくださいって言われて、母子手帳の予防接種のページには一応英語でもこう内容とかが書いてあったので、それをそのまま本当にコピーを提出しました。でその時はまあそのまま特に何も言われなかったので、まあ、良かったのかなと思ってはいたんですけど、2年生に上がるにあたって学校の方から足りない予防接種ありますよっていうことで連絡をもらいました。こちらに来て病院に行ってないんですね。まだちょっとホームドクターも決まってないので、ちょっとどこでワクチンを受けたらいいかっていうふうに質問したんですね。でそしたら、受けられるところを教えてくれて、アポイントメント予約を取ろうと思うんですけど、やっぱり電話なんですよね。どこまであれか分かんないんですけど、こんな感じでちょっと書き出したりして、一応電話してみたいと思います。まあ、もしダメならダメで、帰ってきたら旦那にちょっと相談して連絡をしてもらうという、ちょっと甘い考えのもと行っていきたいと思います。How can I help you? Yes, I called to make an appointment for my son's vaccinations. And what is the spelling of your last name is? And first name? First name is. And date of birth? Birth. 21st. 23rd. 23? 23. The first name is spelled D-U. Z. Z as in zebra? Yes, zebra. Z. Okay, what is the street address? Your address that you live at? My address. What is it? C. ABC. C as in cat? Okay. And then preferred language? The preferred language? So you won't need an interpreter or anything at the appointment? Interpreter. We supply an interpreter. If you come to our clinic and you need help interpreting, we can supply that and have an interpreter meet you at no charge to you. My English is not good. Right. So that's why we have an interpreter. What is your language you speak fluently? In Japanese. Japanese? Yeah. Okay. That is what I needed. Thank you. Yeah, thank you. Yes. You're doing really good, though. Let me tell you that. Okay. You're doing a good job. Okay. So we need to do immunization updates. So my first opening that I have for that is tomorrow. I have an opening if you'd like. Otherwise, Friday is my next opening. Tomorrow what time? I have only a 1:30 and a 2:30 remaining. 1:30 and 2:30. Is there anything else I can do to help? It's okay. It's okay? Yes. Thank you. You're welcome. Bye-bye. Bye-bye. とりあえず電話が終わりました。名前に Z があるんですけど、どうしても Z が G。電話の方は結構親切で、ゼブラの Z かって聞いてくれたので、で、そういう風に説明すればみんなわかるっていう風に教えてくれたんで、病院に到着しました。行ってきたいと思います。あそこを選ばせてくれるね。これと、もうばんそくなんて痛くない。無事に注射を一応受けてきました。ロビーで通訳の人と会うことになってるという認識。私は来たんですが、見つからずみたいなあれって思っていたら、受付みたいなところがこうザーって並んでるところの人が、何ですかみたいな感じでちょっと声かけてくれたので、通訳の人とロビーで会う約束になってるんですけどみたいなことを言って、パニクってるので、私もインタラプターがうまくこう発音できなくて、伝わったのか伝わらないのかみたいな感じで、名前を言ってってくれっていうことだったので、名前を伝えたら、まあ、アポイントが入ってるので今チェックインしたから2階フロアのロビーで待っててっていうふうに言われたんで、2階ロビーに行きました。誰もいなくて、約束の時間から15分過ぎても誰も来ないし、
超不安と思いながらブロウロウしたんですけど、そしたら、看護師さんがやってきて、名前を呼ばれて、通訳の人がインパーソンで来るだったのねみたいなことを多分言ったんだと思うんですけど、なんかまあその辺でうまくて聞き取れなくて、とにかくまあいないので、そのオンラインの通訳さんも今つながってないので、ちょっと待っててくださいっていう形で、日本と同じで一応 病院内クリニックの中で15分ぐらいロビーで休んで、何でもなければそのまま帰っていいですよということで帰ってきました。すごいなって思ったのは、通訳さん今回その最初は実際にインパーソンで来てくださるみたいな話だったんですけど、それがなぜかいない。そこはなんかアメリカっぽいなと思ったんですけど、ただじゃあそうなった時にオンラインですぐにその通訳さんが、まあ、すぐ見つかる看護師さんと私たちと画面越しの通訳さんとみたいな感じで会話をしていて、通訳さんが言ってくださると、看護師さんが言ったことがこういうこと言ってるように私は思ったけどっていうことを確実に通訳して伝えてくれるので、今回こう予防接種が学校がこれを受けてきてくださいってこういくつか言われてたんですけども、その予防接種が、まあ、アメリカにいると本来もっとちっちゃいうちに打っとくべきワクチンだったので、今うちの子供が打つには効き目がないので、小児科の先生がこっちを打った方がいいって提案をしてくれて、でそれについて どういう違いがあるかみたいな説明とかはやっぱりちょっと正直言って分からないので、それを打ってで、それを打っても学校行けますかとかっていうのとかも英語では聞けなかったので、通訳してもらって本当に助かりました。ワクチンの説明書が日本語で出てきたんですよ。 I'd like to make an appointment for my son's second hepatitis B vaccination. Is this going to be a nurse visit? Sorry? Is this going to be a visit with a nurse or did you want a doctor?Nurse, if possible, after 3 p.m. is better. It is a Monday at 3:30. Will that work? It's okay. 3:30 is okay. Did you need an interpreter? I used an online interpreter last time. So, if possible, I would like to use again. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.